行幸さんが依頼した傷薬、いくらなんでも多すぎます。軍玉閣の再建はそれほど危険なものなのでしょうか。雨描きがたし、いざ。坊ちゃま、やっとお帰りになられたのですね。おや、何を慌てているんだい。ここ最近紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら必ず残って手伝わせるよう旦那様からのお達しです。そういうことか、わかった。とりあえず注文の分類をするよう手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ゆくあき、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン、すまない、少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから君は先に行っててくれ。紹介のことは後で詳しく相談しよう。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。私は先に失礼します。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい。何か手伝ってほしいことがあるようだけど。ゆくあき、名家不条意氏について何か知らないか。なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。持って？まさか。実を言うと、機運紹介には名家不条意氏がある。ただし一つだけだけどね。これは他の者から競売用に預かったものだ。君たちが来る前にも何人かに値段を聞かれたよ。物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終的に5億もらを超えると予想される。5億もら。正直この不浄の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ高い上に割にも合わないだろう。でももし名家不浄石がなかったら。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい。ん、誰だそれ。鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。その中に君たちが探している名家不浄石がある。鳴海聖火神君が逝去された後、その銅典は荒廃し歴史の陣愛へと埋もれていった。ただ幸いなことに、僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね、そこでこの銅典について知ることができたんだよ。そして何度か検証を重ねた結果、李斜光の近くにその銅典があることが分かった。やった。あ、でもオイラたちがそれをもらってもいいのか。仙人に対してその罰当たりだったり。問題ない。我が知る限り鳴海聖火神君は心が広い。あの方が生きていたとしてもこれ式のことは気にしないだろう。心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら聞いてもいいかい。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。
うん、あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の土典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。長いこと放置されてはいたが、それでも魔物が出てくる可能性は十分にあるだろう。くれぐれも注意してくれ。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとな、ゆくあき。いざ。どれどれ、ゆくあきが言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど、何も見当たらないな。ここ一帯に痕跡を消すための仙人の砲術が貼られていたようだ。先ほどそれを解除した。もう一度調べてみるといい。お、さすが新宅。よし、もう一回探してみよう。見ろ、さっきまでいなかったのにあそこに仙霊がいるぞ。おー、オイラたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ。雲がたくさん、空の上にいるみたいだ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不条石もここにあるはずだ。本当か。下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか。まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか。これは本物の雲ではなく空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが気をつけた方がよい。精神と共にある。この剣は、タッ！命ずる、タッ！って、具現せよ！はっ！はっ！はっ！念の表像！
金魚盤石。侵入者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。決心となれと、確信があらわになったぞ。今のうちだ。せっ、具現せよ念の表像。その前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。よっ、具現せよ。はっ、たっ、いでよ。ほった、剣女盤石。はい、燃やし尽くせ。競争よ、決心となれ。Thank you.
岩山八九股間奥義錬気化身と具現せよってか天身直送判決を下す具現せよ形は精神と共にあれ雨描く面白い難攻不落大ウルコン念の表像てよっほっとふったかよって錬気化身はっみんながそばにいてくれるわ競争よ決心となれ裁きを受けよふっふっされていない浮上の石が宙に浮くことはない見た目は普通の石と異なるがその重さはほぼ同じだ浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する俗世の束縛から解き放たれ空へと浮かび上がるのだそうだったのか神格は物知りなんだな我の師匠は雑談が好きでな暇があれば我を引き連れ様々な伝承を話してくれた興味のない内容の方が多かったがまさかこのように役に立つとはあふと思ったんだけどもしここで活性化させたら持ち帰れないよなそんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうしでも活性化させないと重くて運べないと思うぞどうやって運んだらいいんだ案ずるなこれ式であれば我にとって大した重さではないでも安全第一だぞ心配無用だこの浮上の石が貴重であることは重々承知しているぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう
我を？そうだぞ、神格がどんなにすごくてももしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける、これは常識だぞ。そうなのか、ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。いざ！なんてことだ。神よ、僕は夢でも見ているのか。あれほど巨大な石を持ち上げるなんて、彼女こそ伝説に謳われる仙人に違いありません。仙人様、どうか来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級、保存状態も非常に素晴らしいですね。このレベルであれば申し分ありません。この名家浮上石には満点をつけても問題ないでしょう。お名前をお伺いしても？我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。依頼主はもうすぐ来るはずだ。神格！それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの浮上の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。私は手下ではなく秘書です。ひひ秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方は、そこに泊まっていただいて構わないとのことです。それでは、私は先に失礼します。ご覧の通り、まだやることが山積みですので。神格、さっきここに到着した時、みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。そうなのか。反応が薄いな。こういう時はもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごーいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。以前我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、
まるで遠い存在であるかのように敬意を払いながら接してきた。でも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて普通の人間とは違ってたぞ。しかし我はそうでは。深刻？何でもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった、覚えておこう。あう、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。この件はわかるかい？はっ、い、ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工ややじ馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。お客さん間に合ってよかったですね。おお、オイラたち運がいいな。片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。もう一つの部屋は扉を左に曲がったところにあります。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それでは。それじゃあ神格が先に部屋を使ってくれ。オイラたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに美味しい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。後で神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。ならば我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。あれって竜王釈放神君じゃないか。どうしてこんなところに。行ってみようぜ。難攻不落。神格とはもう会ったようだな。どうだ、あの子とは仲良くやれておるか。
もちろんだぞ。竜雲釈放神君も神格のことを知っているのか？それは当然。リーユエコーで長年生活するカーンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ？神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし、きっと鮮明で呼んだ方がいいんだよな。鮮明？なぜ神格が鮮明を持っていると？え？仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか？その通りだが、しかし神格は人間だぞ。ああ、なんだそうだったのか。って、お前は気づいてたのか？っていうことは、知らなかったのはオイラだけ？お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか？神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に、魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが神格は違った。あの子があのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなくわらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないとわかると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜雲釈放神君がいなかったら、今頃神格は。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわがついた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。あのまま膠着状態が続いていたら、生き残ったのは神格だったはずだ。それでもかなり危険な状況だったんだろ？なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ？神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない神格を引き取ったのだ。おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちはその見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし、子供の頃より放たれていた殺意は年を重ねても消えることなく、むしろ日を追うごとに増していった。ある日、昨月畜養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者、その身には邪気が宿り、
友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤紐で魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤紐で縛られたことで神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。赤紐の力が強すぎたゆえに、他の感情をも抑え込んでしまったのだろう。この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈風神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、わらわはそれを見届けに来たのだ。もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその偉業の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。ふむ、思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。神格は仙人じゃなくて仙人に育てられた人間だったんだな。だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。あの頃とはもう違う。悠々とまた仙人に育てられた人間は今のリーユエに必要な存在だろう。それと同時に多くの仙人の願いを乗せているのかもしれぬ。旅はいつか。神格、我のことはもう師匠から聞いているな。えどうして知ってるんだ。主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上主らの様子も朝からおかしい。ならば師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからな。神格、オイラずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。ごめん。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただ過去の経験を思うと説明しても徒労に終わると思ってしまったのだ。しかし主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたち
たちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかはわからぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの二つの素材を探しに行こうぜ。でもその前に、建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。名家不浄石を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。相手が早々に諦めてくれてたら焦る必要もなくなるしな。そうだ、新角、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。